どうも、コロナ自粛中でね、このテントでリアルに山奥でね、ホームレス生活をしている米助と申します。前回ね、動画出した通り、今日本一周を釣り旅を中断してね、1ヶ月ぐらいこのテントでリアルガチな山奥生活をしてまして、まあ結構不便かと思いきやね、意外と快適なんですよ。なぜなら電気、トイレ、水っていう最低限のインフラが整ってるんで、普通にね生活できちゃうんですよね。まあただ今撮影しているのがね4月末なんですけれども、ちょっとさすがにね気温が高くなってきて、獣と虫のね発生率がねやばくなってきた。あの、大体ね、薄暗い時間になったら、もういつもこの周囲、至近距離でピー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 、鹿の群れがね、鳴いてたりガサ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 音がするし、で、普通にね、過ごしてたら、こう、大量のでかい雲、足高雲とか、これぐらいのちょっと見たことないサイズのゲジゲジとか、あとネズミとかがね、普通に歩いててですね、ここまでならまだいいんだけど、多分あと1ヶ月もすると、巨大なムカデとか、マムシとか、蚊とか、その辺が発生するっぽいんで、ちょっとやばいなと。まあ、緊急事態宣言はね、延長されてしまいましたけども、さすがにね、5月末までこのテントでここで過ごすわけにいかんということで、いろいろまあ物件をね、探してたんですけれども、今回、急遽ですね、家が見つかりました!イエーイ!まあ、家っていうか、まあ、曰く付きの小屋みたいな感じなんですけどね。まあ、実際見てみないとね、どんな感じかわからないと思うんで、とりあえず現地に向かいますか。よし。じゃあ早速、新居公開しちゃいますよ。それでは、レッツゴートンデーということで、やってきましたね。完全に逆光なんですけどね。はい。ここはね、まあ、物置き小屋ですね。まあ、水、電気、トイレはあるんですけど、まあ、ただね、照明がね、そもそもなかったりとか、まあ、こんな感じで、こう、なんだろうな、なんか端材でとりあえず作ったみたいな感じらしいんで、ところどころね、このコンパネがね、隙間がすぐあったりとか、上そもそも何も貼ってなかったりとか、するんですが、まあ、一応暮らせるね空間ではあるので、ここでしばらくね、1ヶ月か、まあ、長ければ2ヶ月3ヶ月は無理だと思う。うん、ここで暮らさせてねもらおうと思います。まあ、ちょっとね軽く前傾ツアーやってみますか。 GoPro で前傾ツアー。ちなみにこの前傾を撮るとこんな感じですね。はい、何畳ぐらいですかね。結構でも広い。8畳ぐらい。6畳ではないような、多分8畳分か10畳分かぐらいあるかな。うん、でただね、まあこんな感じでちょっといろいろね散らかってまして、これから何をやるかというとですね、まあこの状態ではですねちょっと住めないので、まあ今からちょっと荷物があるんですよね。これも結構どかしたんですけど、ちょっとこの辺の布団に関してはねどかせられないってことで、まあただ掃除をするために一旦全部物をはけて、この床ね、床がねもうこれももうずっとね放置状態だったらしいんですげー汚いんですよね。うん、まあなんでこれをちょっと今から徹底的に掃除をして、まあ少しでも綺麗にしつつで、あとはですね、あとこのベッド。これもともとなんかなくてですね、一応ね、こう、結構隙間あるんですよ。で、昨日、音というか、バルさん耐えてたんですけど、虫がね、絶対入ってくるだろうと。一応そこからね、かさ上げした方がいいってことで、ベッドをね、自分で作ろうと思ってたんですけど、その親戚のおっちゃんがね、本職が大工で、もうサクッとね、なんか端材かなんかで、こう作ってくれたんですよね、ベッド。うん、なんで一応、これについてはあると。ちょっと今後ね、どうしたらいいかぜひね、アイデア欲しいんですけど、まあ、網戸がないんで、網戸をつけたり、カーテンつけたり、一応照明もね、欲しいんですけど、これがね、線が内側にここまでは伸びてんだけど、多分外がね、なんか線切れててね、それはちょっとね、多分使えないっぽいんで、まあなんか明るい照明買ってきてずっと焚いておくわ。まあとりあえず今日はね、床掃除をしようということで、一旦ちょっとね、できるだけ荷物を出して、床を一気にね、掃除したいと思います。それではレッツゴー!よし、一応どけれたけど結構きついね。めっちゃ汚い。もうずっとこの状態で放置してたらしいんで、でこういうところとか隙間がねめっちゃ多い。ことがやばいね。うん、対策をなんかしないと。謎の穀物が一方知るし。でね、まあ案の定ね、布団をどけただけでゴキブリ2匹の死体が3匹か合計で出てきたね。はい、だいぶきつい物件ですね。まあ、今からこれをちょっとね、床掃除をがっつりして、履いて、あと拭いて、がっつりね、綺麗にしていきますか。やっていきましょう。よし、とりあえずね、拭き掃除終わったんですけどね、ここからが一番大変。はい、拭き掃除。
もうね、めちゃめちゃ汚い。もう、なんか汚れがね、多分何年もずっとこびりついて、なかなかね、取れなくなってるっぽいんですよね。あとなんかその粘着シートの残骸とかあって、そういうのもこう、なんか粘着の、で、その粘着部分だけすごいね、こびりついてたりとか、大変だと思うんですけどね、頑張っていきましょう。でどうやってこのフローリング洗おうかなと思ったんですけど、いろいろ調べたらね、このアズマジックっていう、これがね、すごいなんか汚れ取るらしいんで、まあ早速使っていきましょう。さて、ちょっと、一周。3回床拭いただけでこれよ。汚ねえ。暗くて見えへんと思うけど、この面積2回拭いただけですっげー濁ってる。やべえ。オッケー、終わった。さあ、ということでね、ようやく全体ね、フローリング全体掃除できましたね。最初の荷物どけた時と比べると全然ね、めちゃめちゃ綺麗になりましたね。まあ、ところどころね、なんかゴキブリホイホイのあの粘着部分が残ったみたいな感じでね、取れないこびりついた汚れはあるんですけど、まあそれに関しては多分もうヘラで剥がすか熱湯をかけるかしてやらないとちょっと取れない感じなんで、まあ、またね、今度やりたいと思います。はい。で、まあ、一回乾燥させて、もう一回軽くフローリング、拭いたら、もう多分、土足でなくてもね、進めるようになると思うんで、一応これで、ある程度進めるようにはなったんだけど、まあ、ただね、まだね、あれなんですよね。うん、一応ね、床は綺麗になったんだけど、ところどころね、こういう隙間がね、めっちゃ多いんですよ。うん。そりゃ虫も入ってくるわなっていう感じで、これがね、すごい、ほぼ全域にわたって隙間があるような感じなんで、まあコンテナで埋めるのも、天井部分もあるしね。で、多分ほっといたらどんどんこれからの季節ね、虫とかネズミとか入ってくると思うんですよね。まあなんで、一回ちょっとコーキングかなんかして埋めてね、できるだけもう隙間をほぼほぼ全部塞いじゃって、ある程度ね、簡易照明とか、照明とかも一切ないんで夜真っ暗なんでね、まあそういうのも、そういうのもまあちょっと持ってきて、あとちょっと窓に網戸とかカーテンがなくて閉め切ったらね、まだこの時期でもすげえ暑いんで、まあそういうのもやって、その段階まで行ったらようやく住めるかな。うん。ちょっとまだね、ここでまともに住めるまで時間がかかると思うんですが、まあ引き続きね、ちょっとこの小屋改造はやっていきたいと思ってますので、ぜひ、ね、ぜひぜひね、これからこのバラック小屋生活始めるので、よければね、チャンネル登録と、高評価をね、お願いしたいと思います。まあというわけで今回はね、まあ一応新居ですね。はい、を公開しつつね、中の掃除をしました。またね、なんかこう
改築のアイデアとかある人はぜひね、コメントに書いてくれると嬉しく思います。では